谷口徹です。今日はイオンの解説をします。イオンっていうのは非和声音のうちの一つなんですけど、非和声音っていうのは和声音ではない音、和声音っていうのはコードトーンって言うんですけど、その和音の中に含まれている音、ドミソだったらドとかミとかソとか、ソではない音のことを、非和声音っていうふうに言うんですけど、そのうちの一つのイオンっていうものの解説をします。でイオンって何かっていうと、脅迫部、強い音の部分、にある和声音 でその音から、2度下降または2度上降して、和声音に向かうってそういう音になります。例えば、脅迫部、例えば一拍目 の表の音ですね、あの1234のもう1のところとか、そういう脅迫部、ですねのところでもういきなり、例えば和音がドミソってなっていたとします。その部分でいきなり、非和声音、そのドミソのドとかミとかソとか、のこの、コードトーン、和声音ではない音を鳴らします。レーとかで、そこから、2度加工します。2度加工すると、1、2加工するとこのドの、音、この和声音、コードトーン、ドの音に、行きます。こういうのをイオンっていうふうに言うっていうことです。または、2度上降する形もあって、例えばこの、ドの音を、に向かうとすると、この C の音ですね。この C の音から、こうやって、その、例えば白の頭とか脅迫部のところで、このいきなり、非和声音が出てきて、そこから2度上降して和声音に向かうっていう。これがイオンです。脅迫部に、あって、で、2度上降、また2度下降して、和声音に向かうっていう、その、非和声音の部分の音が、イオンです。で、これイオンなんですけど、2つこのイオンが続く、非和声音が続いてコードトーンに向かう、和声音に向かうっていうものがあって、例えば今のドの音に向かう音で言うと、さっきレーからレードっていくのとシードっていくのを2つ、ご紹介したんですけど、先にその2つ、その2つの、イオンを先に弾いてしまうっていう、例えばこの、非和声音とこの非和声音を弾いてから和声音に向かうとか、この非和声音とこの非和声音を鳴らしてからこの和声音に向かうとか、こういうふうに、先にその、2度、下の音と2度上の音のこの2つの非和声音を先に鳴らしてから和声音に向かうっていう、そういうのを副イオンっていうふうに言います。今日はイオンっていう非和声音の解説でした。ご視聴ありがとうございます。